日常生活で一番目にする回数が多いものは選んできた感じですよね。はい、車、冷蔵庫、ソファー、ベッド、まあそんな感じですね。そのアートの存在理由っていうのは俺の中ではまあ想像力の拡張だって言ってるんですけども、だ普段見てるもう日常生活のものがこの作品使われてるんですけども、例えばベッドを下から見ることなんか絶対日常生活じゃないじゃないですか。でそういう感じで普段見てるものを別の角度から見せる、 そのことによってあの想像力が刺激されると思ってるんですよ。車の場合も同じで、普通の車じゃないじゃないですか。車なんだけどぶった切られてる、こういう風にして普段見てるあの車とは違うものに見えるじゃないですか。それによって、まあ、想像力が刺激されるというようなことを考えています。